下関市営下関陸上競技場は、山口県下関市紅葉町の下関運動公園にある市営の陸上競技場である。2020年より、介護サービス業のセービングが施設命名権を取得し、セービング陸上競技場の名称を使用している。1958年7月に落成、翌月8月8日に会場、第11回全国高等学校陸上競技大校。 選手権が行われた。1998年にメインスタンドの改築などのリニューアルが行われている。日本陸上競技連盟、第2志公認の陸上競技場で全天候トラック8連を有する。屋根はメインスタンドにのみあり、バックスタンドはコンクリート打ち放しの階段状の座席、サイドスタンドは芝布席。照明設備は、 メインスタンドのみつけられており、ショー度の関係から、球技のナイトゲームには対応しない。その他に、トレーニング室と、雨天練習場を有する。トラック内側には、天然芝フィールドを廃止、2011年の、おいでませ。山口国体では、サッカー競技青年男子の主会場の一つとなったほか、国体のリハーサル大会を兼ねた2010年の、第46回全国社会人。 サッカー選手権大会も決勝戦、3位決定戦が本競技場で行われている。2012年には下関市をフレンドリータウンと位置づけているギラバンツ北九州が練習を行うなどホームタウン活動を展開した。J リーグレノファやマグジ FC は日本フットボールリーグに参戦した2014年以降ホームゲーム数試合を本競技場で開催しており3試合。 2015年3試合、2016年1試合、2017年2試合、山口市、山陽小野田市と共に、下関市をホームタウンの一つと位置づけているが、年間の試合数は1から3試合にとどまる。なお、2015年の J3 開催時には、サイドスタンド、バックスタンドは、観客席として開放せず、メインスタンドのみを開放したほか、2014年とは異なり、 メインスタンドから見て、右側がレノファ、左側がアウェーチームの応援団席とした。2016年の J2 開催時には、メインスタンドのほか、バックスタンドをサポーター席として開放した。また、改修前の1992年11月15日、J リーグプレシーズンマッチとして、横浜フリューゲルス対浦和レッツが開催されたことがある。日本陸上競技連盟は、 2018年6月14日に行った検定の実測報告を受け、同年7月4日付で、下関市営下関陸上競技場の第2子公認更新申請を保留とすることを決定、検定に合格するまで、日本陸連公認競技会が開催できないこと、対応できない場合は、公認を取り消す旨を下関市に通知した。走路の摩耗が激しく、 全面的な経年劣化が生じ、弾力性がないことをはじめ複数の点で施設改修が必要であり、5年前の前回、更新時にも日本陸連が指摘していたものの、市が改修に向けた動きを取らなかったことが理由とされている。特にトラックについては、5年前の指摘で日本陸連はトラックの全面改修が必要との認識で指摘を行っていたが、市側は、 劣化の激しかった一連二連の回収を行えば、公認要件を満たすと解釈しており、市と陸連の間で、回収の必要性について、認識のずれがあったのではないかと報じられている。市は、日本陸連の保留決定を受けて、対応を検討し、走路の全面回収を実施することとなった。トラック、除走路等を合成ゴムシート系舗装材から、 複合ポリウレ探偵保存材に変更して全面更新するもので、総事業費は3億9500万円を見込む。改修工事は長谷川体育施設が担当。2019年6月改修工事を終え、7月より教用を再開した。下関市は競技場の運営基盤を確立するための財源確保策としてネーミングライツパートナーの工房決定。愛称に 陸上競技場という言葉を含めること、年間200万円以上等の条件で募集企業を募ったところ、下関市内に本社を置き介護サービス全般を手掛ける株式会社セービングとの間でネーミングライツパートナー契約を締結した。契約期間は2020年4月1日から3年間で、命名権に基づく名称はセービング陸上競技場で、契約額は 年二0 0万円、ありがとうございます。